川崎市の戸根町というところにやってきてます。今日は10月15日で、まあ、ついこの間なんですね。台風19号が直撃したのは。で、製紙原料木下というのがあるんですよ。この工場のある場所というのはもうすでに堤防の外というか後ろ、まあ外ですね、川の方ですから。だけどどうなんでしょうね、なんか工場自体はあれ、なんか普通に操業してるような感じで、どうなんですかね。昨日は本当に、昨日というかこの前、多摩川本当にね、すごいことになってたそうなんですけど、どうもなんか見た感じ意外と平穏なような感じがするんですけど、ここ多摩川の堤防なんですよ。もうここまで水が来てたんですね、これ。いや、ちょっと大丈夫かと思ったね。これ大丈夫じゃないですよ。確実にこの工場水に浸かってたはずですよ、これ。とは言っても、まあどこまで浸かってたのかっていうのがあるんですけど、なんかまあ掃除をしてるっていうより片付けをしているのかなと思います。で、この製紙工場というか、多分あれですね、これ製紙って言ってもリサイクルですね。で、古紙回収してリサイクルするための工場だと思うんですけど、この木下という工場の脇に噂のいわゆる朝鮮部落があるというふうに言われてるんですけど、どうなんでしょうね。早川のあそこは大丈夫だったんですけど、あ、でも意外となんともない感じじゃないですか。上から、あ、いやダメだ、これはダメなんじゃないかな。これはかなり来てるんじゃないかな。だって水が本当この堤防の結構上の方まで来てたっていう形跡があるんで、これはダメなんじゃないですか、やっぱり。ここは比較的高いところにあるんですけども、いやでもここまでなんか水が来てたような形跡、あ、でもそうでもないですか。ここはまあ大丈夫だったのかもしれないですね。それでは中に入ってみようかと思います。これはダメですね。だってこの辺まで水来てたんですね。あそこの家というかバラックなんかもう完全に冠水してたでしょ、これ。この様子だと。そうですね。で、あー、これはまあ2階、いやでもこれ2階まで下手すると行ってたかもしれないですね。これはもうこれはダメじゃないですかね。なんか地元の住民と背広を着た人が話してます。ひょっとしてあれ行政関係者かな。なんか被災状況を確認してるじゃないかと思うんですけど、これはもう、いや、ここはやっぱり、まあ、本来ね、人が住んじゃいけない場所なんで、不法占拠とか以前にあえて住むようなところでもないように思うんですけどね。いや、というか、まあ今こういうふうにね、実際になってみたから言えることなのかもしれないですけど、本当河原ですから、ここは。なんか冬でも屋根修理しようとしてる人がいるけど、いや、これ修理以前にやっぱりここをまず出ていくという選択肢が考えた方がいいんじゃないかと思います。なんかね、ここまでこれでまだここ残ってるって言うんだったら、なんかね、もう政治的意図を感じるというか、意地でも住んでやろうっていう、なんかそういうものを感じちゃうので、いや、ここ
ここに住むんだったら、あの池上町のね、あの安いアパートとかにでも移った方がいいと思うんですけど。あ、これ何かと思ったらキリスト教会なんですね。でもこれももうダメですね。1階はもう完全にダメで、ひょっとしたらもう2階まで行っちゃってるんじゃないですか、これは。あそこの建物というかバラックというかあれなんかもう横に転がってしまってるし、まあ、建物がね倒れなかっただけでも奇跡というか、これはもうどうしようもないです。あっち行こうと思ってもちょっとこれは通れないですかね。いやー、あの早川の方は全然大丈夫だったけど、さすがにここはねもう世田谷の方が氾濫してしまったので、この河原の中にある、集落がそりゃ無傷なわけないですよね。無傷どころかもう壊滅的ですよ、これ。壊滅的な状態です。ただ早川と違うのはね、ここはもともと空き家も多いみたいですね。なんかもうクズが絡まって、もうとても人が住んでるようには見えないような家もありますし、これでもっと出ていく人が出ちゃうんじゃないかな。てか出ていった方がいいと思います、これは。さすがに と、まあこんな感じですよ。ひょっとすると大丈夫だったりするのかなと思ったら、やっぱりこれダメですね。いや、なんかね、意地みたいなものがあってここに住んでる人がいるんだったら、もうやめた方がいいと思いますね、ここは。あの建物も無傷に見えるけども、確実に1階は水に浸かったっていうことですね。いや、思ったんですけど、これはパノラマカメラです、パノラマカメラ。これね、ひょっとするとさすがに見納めになるかもしれないので、パノラマカメラ撮ってきます。別にね、そのバーチャル動画は別に上げときますので、とりあえずこの動画はこれにて終わりといたします。ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。